ラストマーメイドのポーズからリラクゼーション入っていきます。ティッシュの端っこを掴んでください。そして布を一回広げます。幅の広い布を1枚に広げてください。で釣り手の真下で5つギャザー 1,2,3,4,5 指でタック握り返して背中の後ろで握り返します。もう一度釣り手の真下に戻ってきてください。で肩骨グーをしっかりプッシュしてお尻を持ち上げます。頭を前かがみにしてちょっとジャンプしてよいしょとになります。そのまま後ろに猫が腕と肩と脇全部出します。かかとはティッシュの中にしまってください。足も伸ばします。はい、ではここからマーメイドのポーズ。ゆっくり手前のティッシュを持って、顎を開きます。さらに胸を開いて、ティッシュがずっと腰の下の方まで降りてきます。そのまま、ゆっくり手を離して、マーメイドのポーズ。お腹の中から十分に伸ばしていきます。呼吸をたっぷりどうぞ。二呼吸ぐらいゆっくり呼吸をしていただいたら、そのままティッシュの手前を持ちます。腹筋を少し使って顎を締めて体を持ち上げてきてください。持ち上がったらティッシュの中に全部頭もはい中に入ってリラクゼーション。ここで力を抜いていきます。顔の力を抜いて肩の力を抜いて腕の力を抜いて、そしてお腹も緩めます。足も力を抜いてください。普段緊張している筋肉を完全にお休みしてあげます。お水の上で浮いているような感覚でリラックスしていってください。呼吸がたっぷり鼻から息を吸っていきます。気持ちもリラックスして呼吸を大きく。状態